欲しい。でも、スバルと一緒にいないレムは見たくない。この世には矛盾が多すぎる。どうもダークセイバーです。今回は、夏希スバルを楽しむ視聴者の反応集を紹介します。本編ネタバレが含むので、アニメ勢の方は気をつけてください。それでは、ドドドドどうぞ。なりたくない異世界転生主人公ランキング1位。ただの高校生かと思ったら、どんどん謎が増えるやべえやつ。毎度むごたらしく死んだり、親しい人が死んだりでさすがに同情を禁じ得ない。割といろんな人に殺されてるけど恨み事持ち越さないのは尊敬する。スバルのいいとこあげてこ。諦めないとこじゃね。あとなんだかんだギリがたい。早い話エミリア、そんなことより自分が大事。ってほどになってないし、エミリア見捨てればどうにでもなる。なのにそうしないのはある意味ギリがたい。なんだかんだで勇気がある。なんとか正気を保ってるところ。に、3回死に戻りしたら普通はこうなる。バルスは結構強いよ。作中のヒロインにいたずらとかスケベなことしたり、悪いことしまくってはリセットと考えないところじゃない？死ぬほど痛かったり苦しかったりするのに、正気保ってるのは本当にすごいと思う。セーブポイントは自分で選べないのゴミすぎる。これが本当にクソシステム。悪党がこんな能力持ったら陣の佐藤みたいになりそう。失敗したら死ねばいいんだから楽勝だろ、とか考えていた時期が僕にもありました。ウサギが肛門から入って口から出てくるってどんな感じやろ。考えたくねえ。ちょっと引きこもってたぐらいでこの仕打ちって、割に合わなさすぎじゃない？それはそう。対価は得られてるからいいんじゃない？現実世界にいたまんまだったらちゃんと幸せになれたらしいからね。誰だって失敗することは大なり小なりあるんだし、そこまで自分を追い込まなくてもって思っちゃうし、そこまで自分を追い込まなくてもって思っちゃうし。その代償にしてはあまりにも釣り合い取れてないじゃないですかってなる。マグカップを洗わなかったせいだ。出かけるときに母親を無視したからだ。って、見当違いに食えてるのを、多分笑顔で流しながら苦難を与える世界に飛ばされたのかわいそう。まあその、社会復帰訓練ということで、世界からおさらばしてるじゃん。元の世界ではご両親が毎日悲しんでるってのだけはなんとかしてあげて、せめて息子が元気に生きてるってことだけでも伝わればと思ったが、途中過程で何度も死んだりひどい目に遭ってるので、心配しなくても大丈夫とは言い難いな。あの親のことだから死ぬまで探し続けるだろうな。でもこっちの世界から戻ったらもっと大勢の人が悲しむし。両親は未だに息子を探し続けてるってのが一番かわいそう。いろいろあって今は引きこもりだけど、自分で乗り越えると思ってた最愛の息子がふらっと出かけたまま行方不明。マジでやめろ。やっぱこいつ悪役の才能の方があるよね。倫理観も持ってる立ちの悪い悪役になるよね。悪をチーフルートだと大体歴史に残る大事を引き起こしてやがる。王国滅亡、世界を脅かす秘密結社で大落札、ラインハルト以外の有力者皆殺し。守るより攻める方がいい能力だしな。守るものがなければないほど強いしラクだ。本編はその逆。リゼロは最初はうざく感じるスバルが、成長していく過程が結構いいんだよな。なんだかんだ良いやつで成長していく過程が楽しい。スバルはうざいけど好きか嫌いかと言われれば好きだな。かなりうざいけど。スバルの成長過程を見てるのは確かに楽しいけど、序盤がクソすぎて脱落した読者もいそう。俺は序盤で脱落した派だけど、アニメ化してから見直した結果、沼のようにハマってるぞ。引きこもりニートが何もチートを持たず異世界飛んだら、ってリアリティを出しされてもう。死に戻りはチートだろ。制限が多すぎるんですけど。にわかなんでまだ4巻あたりしか読んでないんだけど、なんでこのコミュ力で引きこもりになったんだこいつ。性格的には喋りすぎるコミュ症、そりゃあんなノリでクラスにいたら浮く。多彩で人望ある親父に憧れて親父へ召したら、周りから嫌われて心折れた。スバルが親父の真似して空回りしてるのを知った時は、ってなった。そこまでが辛いよね。でもこの笑顔が最高にいい。これからも頑張ってほしい。ただの平凡系主人公と思いきや、作中屈指の得体が知れない人物。なんでサテラに好かれてるんだよ。地味なポイントだけど、散々特別な能力がないと言われつつ、しれっと精霊術師の素養があるのやばい。なお、才能を磨けば年を炎上させることができる模様。精霊術師って、ゲートの大きさに使用できるマナの量を左右されずに、魔術を使えるから結構チートだよね。なんで20年経つとアルデバランファッションになるの？竜の呪いを受けなかった理由って明かされてるんだっけ？明言はされてないが描写的に2章で追ったウルガルムの呪いが束になってて、それが竜の呪いを弾く形になったと考えられる。マジでこいつだけ読めば読むほど正体がわからんくなる。
自分は今のスバルは複製体じゃないかと思ってる。もしそうだとしたら、4章でリューズの複製体を無意識に人間扱いしていなかったことが聞いてくるよね。しかし複製体だとすると、荷物までそっくりそのままオートにいたのがよくわからんな。リだからこれが2週目じゃないかっていうのはよく言われるよね。でもメールの返信って意味じゃないんだよね。メールの返信のリはラテン語でについてという意味なので、メールのリということならば特に意味はないのかなと思うけれども、そうでないということならばリピートのリとかリターンのリとかになってくるので、ちょっときな臭くなる。逆に元が異世界人だけど、何らかの要因で現実世界に転生してて、その後で再び異世界の方に戻ったのでそういう意味でリなのかも、とか思ってたわ。リについてはもう作者が言及してるんだよな。メールで返信返ってきた時の真っ白なやつって。意外にアニメの1話のタイトルが始まりの終わりと終わりの始まりという点も、なんとなく2週目であることを匂わせてる気がするんだよな。スバルくんの父親黒幕説もあるよな。絶対信じたくないけど。スバルの両親は4章以降は出てこないらしいよ。スバルくんにも救いがないけど、両親の方にも救いがないよな。一応ツイッターの QA でママはずっと泣き続けてて、それをパパが一生懸命慰めてるって言ってたっけな。これ見ると毎回辛い気持ちになるんだよな。もしかして死んだわけじゃなくて、失踪したことになってる？トラックにはねられたとかじゃなく、コンビニ帰りにふっと消えただけだからな。どうやって異世界転移したのか、実は転移じゃなくて記憶と装備品そのままで、どこからか再スタートしたんじゃね？自分もそうも思うんやけど、装備品をそのままにする理由がよくわからんのだが。複製体に現世の記憶だけ移植してるのかと。だからルイは現世の記憶を奪えなかったのでは？パックの正体はアーチ説とスバル説があるけど、どっちにしても過去にエミリアと関わりのあった、人型の生き物だったことは確定的だよね。スバルが将来的に過去に飛んでサテラと出会う説は、イフルートでもサテラの影響が変化しないところから考えづらいと思う。アルデバランと傷の位置まで一緒なのが謎。ベテルギウスの見えざる手が見えるのはスバル固有の理由ではないよね。最初見えなかったし。作者曰く見えるようになった明確な理由があるけど、それがあんまりすごいことではないというか、大して複雑な理屈ではないらしい。ループ機能ってゲームの主人公みたいなもんだし、ラインハルトのカゴについてのインタビューもゲームっぽかったから、ワンチャンゲーム世界への転移で暴食が効かない、見えざる手が見えないのもゲームだと聞いたら、不都合なんてもんじゃないからだと予想してる。まあ、それだと魔女関連がさっぱりわからんくなるけど、逆にスバルがオリジナルでフリューゲルその他もろもろがコピーだったりしてな。マサナオ時系列はパックがエミリア父の記憶を持ってる時点でめちゃくちゃだし。ではこの誕生日はネタバレらしいし、やっぱりスバルと同じ日なのかな。実用性を重視するエキドナがやけに可愛くデザインしてるし、スバルと同じ影属性、相性が良いなどあるから、スバルのために作ったんじゃないの？合理主義のエキドナは作ったものを飾ったりしないけど、ベアトリスの外見が可愛らしいのは、誰かへのプレゼントだからという考察を見たことある。わからない、わからないよ。賢人候補らしいけど何なの？なんで魔女因子コレクションしてるの？本人は意図的にやってないけど、多分レールが敷かれてる。板取り的な魔女因子全部集めて、その後何とかして処理する用の器だったりするんじゃない？でももし、スバルは何か応用なことをやらせる目的で生み出されたとしたのなら、複製説しかり、記憶喪失説しかり、なんでそれが達成できるかわからない状況下にスバルが置かれてから物語は始まってるんだろう？実際、イフルートのスバルは無茶苦茶しているように感じるし、もし使命があるならとても達成できていないように見える。しかもそれを仕組んだのが、判明している事実だけでも、フリューゲルさんなら使命を忘れないようにさせることなんてできそう。複製体説前提だけど、死に戻りの能力の不要最優先にしたからとか？スピンクスは倫理観がなく、ボショドナは他人の気持ちがわからず、エリドナは記憶がないように複製体って、オリジナルをそのままコピーできるわけではなさそうだから、死に戻り最優先で使命やその他もろもろは後回しにしたのがスバルだったりするかもしれない。いろいろな説考えても、結局はなんで最初コンビニ袋持った状態だったかが解決できないんだよな。それこそ過去に遡るってのが正解じゃない限り。まあ、英知の書とか復縁書とか誰かの筋書き通りに動いてるんやろな。ラインハルト視点で書くとネタバレだらけになるっていうのも、ヒント要素といったらヒント要素なんだろうか。世界の仕組みとかは作者的にはそこまで重要な部分じゃないらしいけど。ラインハルト視点で書くとネタバレだらけになるってのは何なんだろうな。ラインハルトにはマナの流れとかでスバルの正体が見えてるとか。
でもラインハルトのスバルへの接し方は普通の友人に対するものなんだよな。スバルくんは初見から有権レイドが抜ける状態だった説があるね。有権レイドとお話ができる説もある。作者がツイッターでラインハルトはレイドの人柄を知っていると答えてたから、有権レイドか牽制のカゴを持ってたらレイドと話せるようになるんじゃないかと思う。リフルートのスバルくんを見てるとさ、もしフリューゲルがオリジナルのスバルくんだったとしても、今のスバルくんとは全く違う人間になっているかもしれないと思う。フリューゲルとアルはスバルと同一人物説がある一方、何の情報もない方針とかいうやつ。スバルくんは題材視聴からも狂人扱いされるやべえやつなんだよな。実際狂人なのでセーフ、セーフです。あれは題材視聴が人の心を分からずに狂人っていう雑な言葉でしか表せなかっただけだから、スバルくんが狂人なのは疑いようもないぞ。スバルくんの可能性がある人精霊多すぎ問題。作者のアスクとか読むに完全にフラグ管理型のアドベンチャーみたいに話が進んでるから、ゲームのキャラだったとかでもおかしくはない。世界が本物だったとしてもリゼロ作中ストーリーの窮屈さを思えば、黒幕的なやつが目的を達成するためにスバルの行動をガチガチに管理している疑惑が強いね。7章なんて明らかに導入からパーティーから出会いまでチャートが露骨にガッチガチだもんな。夏希スバル複数いるのバレバレなんだよな。呪本がバル呼びしてたのは複数人いることに気づいてたからじゃないかな。自分が消えて両親が悲しんでると思っているけど、なんやかんやで原石感した際に息子健在で何の変わりもない日常を送っているのを見て、俺は何者なんだとなるやつ。ニトロプラスのゲームにスマガというゲームがあったけど、主人公は現実世界の主人公の複製で、箱には世界に放り込まれた存在だったんだよな。スバルもそんな感じなのかなってなんとなく思ってるんだが、いっそのことスバルが異世界から来たんだって暴露してみたら何か変わるかもしれんな。ウェブ版では記憶喪失スバルが自分は異世界から来たと告白したぞ。エミリア、ベアトリスは信じたが、他はラム、ユリウスでさえ記憶喪失の影響で錯乱してるとしか受け取ってもらえなかった。なお書籍版ではこの告白はカットされてたので、多分、今後どこかでスバルが自分は異世界人だと告白すると思われる。